皆様、こんばんは。今日は2021年5月5日水曜日です。今日のテーマですが、100年前、ソ連の共産党、国際共産党ですが、中国に来ました。共産党に参加すると、誰でも150円ですね、支払うよっていうふうに約束してですね、これが中共の始まりなんです。 中国には合衆運動がありました。中京の歴史では合衆運動があって中国共産党が生まれましたと。 ごし運動は愛国運動ですよというふうに簡単に説明されていますが、中共はこの嘘な歴史を作っていると私は言いたいと思います。まずニュースがありました。中共と EU 連盟の投資協定は中止となりました。EU は中国を制裁にしたり、 中共のやり返しということで EU を制裁にしています。このような環境では投資協定を推進すべきではないと EU 連盟が判断されました。これは中共には損なんです。去年の12月31日、年末でしたが EU と中共は7年間にわたって協議、 会談してきて、やっとこの教師協定を結びました。当時中共は大変自慢していました。EU はアメリカについていかないですね。自分についてくるよと。自分は外交での勝利ですと。 いうふうに自慢していました。宗教は EU をですね、自分の側になってほしいです。アメリカの言うことを聞かないようにしてほしいんです。EU は連盟です。EU がサインをしたとしても、次は EU の議会と EU 諸国理事会での投票が必要です。しかし今年の3月2 3日、EU、アメリカ、カナダ、イギリス同時にですね、中国のウイグルの人権問題で中国を制裁にしました。これが、あの、特にですね、中共の一部の官僚に対しても資産の凍結と入国禁止としました。これが EU にとっては、 かなり珍しい事件ではありますが、天安門事件以来初めて中国を制裁にしてあります。その次の日、中共は反撃しました。EU の議員と科学者に対して制裁をしました。 そして、四つの機構にも制裁をしました。中共のこの行動を受けて、EU の議会では70%の議員たちは EU と中共の投資協定は推進してはいけないというふうになっています。実際的には中国にも難しかったんです。EU、アメリカ、イギリス、カナダに制裁されて自分が反撃していかないと顔がないんです。これが一つです。そして一番 あの危ないというのは、制裁、やり返ししないと、他の国がですね、さらにやられる可能性があります。この中で、やり返そうと思うと、やはり一番やりやすいというのは、e、EU なんです。 他の国はやはり中国との貿易とか商売とかそんなにないんですね。あるいは中国がお願いする側です。もちろんですが、EU を制裁にしてしまうと中共にも不利なんです。中共としては EU を制裁しました。でもその相手は政治家ではないんです。研究家、学者と議員たちを制裁にしました。そうすると影響は あまりないと判断していたんですね。でも、これでわかるのは、中共は EU の構成は分かっていないと思います。EU には上院と下院がありますので、EU 議会と理事会があります。EU の委員会ですが、中共がコントロールしています。ある意味ですが、ドイツですが、ドイツだけではだめなんですけれども、ドイツはすごいメルケル首相がですね、すごい動いてくれてるんですが、でも今はもう無理です。簡単に言えば、 中共は EU のことを自分と同じ体制だと判断していると思います。EU 委員会では OK です。サインしました。でも実行されるまでに法律がありますので、この法律を作るには議会での投票が必要です。投票するには審査が必要です。今の状態っていうのはこれ以上進めないんです。審査までにもできないんです。投資協定はサインしました。でも実行っていうのはもう できなないいいという,ふうになっています。つまり、e U 委員会では政策を提案します、政策を実行します、この政策に関連する法律、詳しい内容というのは e U の理事会が作ります。27カ国の理事会、理事長ですね、参加されていますので、これでわかるのは e U は中共に対して見方が変わったと思います。まだ ドイツの民意調査では、ドイツのメルケル首相の次ですが、9月の政権ですね。中共に対して、かなり強い対抗する姿勢ではあります。EU を代表するというのはドイツとフランスですが、ドイツの力はやはり強いです。ドイツが変わると EU も変わると思います。先週、メルケル首相はリー総理と会談しました。いつものように、 動画の生放送最初ですが、されていなかったんです。ワクチンと気候の議題についてお互い協力していきましょうねというふうに報道されていますが、しかし、その後の連合記者会見もなかったんです。動画の一部の生放送もなかったんです。その後、ドイツの報道では、メルクル首相は中国の人権問題についてやはり言ってくれました。特に香港の議題について話をしてくれました。中共の外務報道官 も言いましたが、中共は中国はですね、ドイツと違う考え方ありますよと、李総理はドイツに呼びかけていますが、中国の内部政治の国内の政治のことですから、ドイツには関係ないですと、お互いの利益の関係を維持するために、中国の国内のことについて言わないでくださいというふうに言ってあります。これでわかるのは、ドイツは中国との関係が悪化してきています。また プリンケンが主催する G7 サミットですが、EU との関係も強化していくというふうに思います。EU はきっとアメリカ側につくと思います。でも大事なのは EU にとって中国は大事です。今でも貿易、とても大事な貿易相手です。去年 EU と中国の貿易の総額ですが6800億ドルでした。 アメリカと中国を越えていますので、当然日本とも超えています。まだ EU の諸国、ハンガリーですが、中共ととっても仲がいいんです。でもイタリアは仲良かったんです。イタリアにはですね、たくさんの中国人がいますので、病気の影響でイタリアは本当に大変でした。 当時の動画で報道しましたが、イタリアは中共との距離を取るようにしていますが、当時はものすごい仲良かったんですね。イタリアも中国の援助とか支援とかあの医療設備とか、中国のお医者さん、 と、看護師ですね。呼んでいたんですね、実際的に。アドバイスをしてもらおうと。でも、あれは全て嘘でした。もう、騙されたと。もう、いらないと。書いてくれと。イタリアは中京に言っていたんですね。もう書いてくれと。なぜかというと、イタリアは真面目に治療しようと。でも、中国のお医者さんと看護師さんですね。 あの、基本ですが、もう、放棄しますので、それがイタリアは怒って、もう変えてくれと、このアドバイスはいらないと、いうふうに言っていました。オランダもですが、中共と仲いいんです。でも、法律は作っていますので、自分の国の企業ですね、外国の国営企業に買収されないようにしました。つまり、中共を警戒しているという意味です。ブリンケンが、 取材する G7 サミットですが、ロンドンで開催されていますが、中共に対して外交の戦いと私は思います。そこはですね、ある提案が出されていますが、中共に経済的な威嚇をされるとどうするかという議題ですが、どうなるかはまた討議しているところですが、ブリンケの意見としては、中国に付き合い、 あの、深い付き合いある諸国のみんなで一つのチームと作りましょうと、中共に経済的な制裁をされたり、いたずらをされたりとか、経済的な威嚇をされたりすると、みんなで対抗しましょうという意見がありますけれども、今のところですが G7 は一つの輪なんです。この G7 は外務長官での会議なんです。外務長官たちが集まって話をまとめて次の G7 の首脳会談への準備でもあります。首脳会談というのは6月に開催されます。もし G7 でみんなの意見を統一になると、次 G7 の の階段この場にですね、インドと韓国、ブルネイも入れていきますので、次はフィリピンかもしれません、シンガポールかもしれません、などを入れていくかもしれないので、そうするとこの G7 っていうのは中国と対抗するチームとなるではないかと思います。次ですが、中国の合意運動について。 中国の歴史では、中共の歴史ではですね、合詞運動が愛国運動です。そして合詞運動で中共が設立されましたと。でも実際的には愛国運動ではないんです。反政府運動でした。そして学生運動でした。これが前提です。天安門事件も同じく学生運動でした。学生っていうのは大学生なんです。中国のエリートたちが 運動を起こしたという意味です真実の合用運動ですが、1919年5月4日、北京の大学が抗議しました。パリ講和会議の内容について抗議しました。当時の 民国政府ですね。サインをしてはいけないですよと。まだ一部の官僚の行動について抗議をしました。最後になって大規模な運動となってしまって、全国的になってきてですね、みんなが街に出てきてデモしました。みんな学校には行かない。そして働くこともしないと。みんな抗議でもしかしないですね。結果としては官僚の3人が首となりました。中国政府が あの、ベルサイユ条約にサインするのを拒否しました。これが語院運動でした。中共は歴史を書いたという、まあ、嘘の歴史をつけたんですね。もう作っているというふうに思います。そして愛国運動と宣伝してあります。また、帝国主義、あるいは反社会主義への運動だと宣伝してありますけれども、これで、 中国共産党が生まれましたと。五輪運動の前は旧民族主義の革命だと言いますが、つまり中華民国政府の革命です。今は新民族主義ですと。つまり中共です。こういうふうに表現されていますが、中共は合肢運動を利用しました。合肢運動があって中共が生まれましたと。実は関係ないんです。中華民国はアジアでは初めての共和国でした。 つまり、侵害革命があってですね、1911年から12年です。孫本が起こした革命でした。皇帝の時代がこれで終わりました。孫本は日本からの支援が得ることができました。当時、中華民国が設立されました。でも、共産党にしても、国民党にしても、中華民国の政権に対して、みんな都合が悪いんです。悪口ばっかり言いますので、共産党としては、 あの、共産主義なんです。これはわかりますが、国民党の孫文ですが、彼は大統領になることはできなかったんです。これで孫文としても不満を持っていました。1912年から13年、中国では、 史上初の選挙があったんです。国家議員の選挙がありました。中間民国の大統領もこの選挙で選ばれることができました。もちろんですが、選挙について今の時代ではですね、いろんな説がありました。でも選挙はありました。まだ三権分立。 もうやっていました。つまり、立法行政手法ですね。別々やりましょうと。つまり、政府の権力をある程度制限しようと、国民の自由を守ることができました。歴史では当時、中華民国の総理っていうのは、第一次世界大戦へ参加しようとしたんです。国会での支持を得ることができなくて、大統領は総理を解雇しました。これでわかるのが、当時の国会 会と、今の人民代表代表よりも、えー、すっとしっかりしていると思います。まだ当時の新聞社もですが、個人的な新聞社が多かったんです。もし、中国の国民ですね、今のですね、真実の歴史を知ってしまうと、中共の存在っていうのは本当に厳しくなってきます。中共の宣伝としては、自分が言って、 てからこそみんなが幸せになれることができるなることができたとみんなが不幸でした昔の政府がバカで無茶苦茶していましたと自分が出てきて自分のおかげであのみんなが幸せになることができましたねというふうに宣伝していますし教育しています昔の歴史を無茶苦茶にしていますこれではですね中区の設立について話をあるいは紹介ですね皆様に紹介したいと思います。 1919年3月にですね、遠いモスクワにあることがありました。同じ年、5月4日、合意し運動がありました。これと同じ年なんですが、 この3月にですね、共産主義の偉大なる先生、レーニンですね、モスクワにコミンテルンを設立しました。そして第1回の会議、人民代表大会をしましたと。えー、コミンテルンのロゴでは、 あの、これ書きますけれども、ロゴの通りですが、世界を共産主義へやりましょうという意味ですね。コミュニテールというのは、国際共産党主義運動というものですね。国際共産党。 とは、えー、第三インターナショナルとも言います第三インターとも言いますレーニンは大事な発言をここでされました国際共産党は世界各国の共産党の連合組織です国際共産党のルールに書かれてありますが第二条です共産党という名前をつけると絶対に共産党の前にその国の名前を入れることですこれがルールです そして、みーなは、 国際共産党の支部です。あるいは一部ですよ。というふうに決めてあります。例えば、中国なら中国共産党。ベトナムならベトナム共産党。しかしですね、ベトナムでも中国でもみんな、親、元ですね。国際共産党の一部です。では、国際共産党とは何でしょうか国際共産党っていうのはソ連のシルクロードです。シルクロードというふうに私は思います。ソ連が 海外また世界の各国の共産党組織に対して指導する権力、権利を持っていますので、つまり世界の各国の共産党は、それの国際共産党の命令に従います。なぜかというと、 お金くれるからですね。1921年7月、レーニンは国際共産党の第2回、この会議を開催しました。この会議に中国人が参加したんです。2人です。この2人が参加して、レーニンは中国の事情を考えて、中国で共産党の設立をしてもいいよと判断しました。これで国際共産党の2人が、 ウラジミル、ネイマンとずっと決めつかっていますけれども、マーリンという方ですが、この二人が中国の上海に来ていました。ネイマンは当時若かったです。23歳でした。マーリンは38歳でした。ただ、マーリンというのはオランダ生まれです。上海に来られて二人と会いました。中国のリーさん、とリーさんです。中国ではリーさん多いんです。 この4人でピッキンに行きました。ピッキンにいるのはまたリーさんです。リーさんと会いました。ただしですね、ピッキンにいるリーさんはすごい人です。リー大将という方ですが、この方はすごい人ですが、1913年に日本の東京、早稲田大学の政治学科で勉強したんです。卒そして卒業されました。 北京にはもう一人いましたけれども、超国棟という方ですが、この6人で秘密の会談をされました。中国で共産党を作りましょうというふうに決めて、国際共産党からお金を寄付されていたんですね。中国で共産党を作って、第1回の共産党第1回を開催しようとしました。しかし、マーリンですね、あの、たくさんの経費を、活動経費を出してくて、 くれることに約束しました。共産党に参加して出席してくれて。 代表になるるとと出出席すすだけで100元を出しますよと当時の100元です。出席して100元、そして会議が終わって帰りにまた50元を支給しますよと約束してくれました。当時ですね、中国共産党の設立の一人、初代総書記ですね、この人なんですよ。陳独秀でした。この方なんです。彼はですね、北京で市民宣言というビラを配っていて、 されました。3ヶ月で中暦となったんですが、彼は、あの、この中暦の間、えー、訪問されてですね、記者に話をしました。え当時はですね、中国共産党の第1回の人民代表大会はですね、13人出席されましたと。でも当時は自分は関東務所にいまして、参加はできませんでしたと。でも彼は総書記になったんです。なぜなら、例には、 ある人をですね、中国に派遣しました。彼はですね、ウィキスキーと、ウィスキスキーだと言いますが、彼はですね、あの、例にの伝言をですね、伝えに中国に来ました。中国の共産党の総書記は、この人、陳独秀にしましょうよと。なぜならですね、当時、中国では、この無産階級、あるいは共産主義の理論について、どのイメージか、 もうイメージはなかったんです。どんな党なのかはわかりません。総書記になる人はやはり影響力のある人でない党。 不利です。影響力のある人でしたら有利です。陳さんっていうのは北京大学の教授先生でした。また新聞社に対しても影響力を持っていたんですね。彼は有名でした。中国共産党のルールもあのモスクワから指導でしたので、最初はそのルールはまるコピーですね。ロシア語と英語。 でした。中国語に訳してすぐに使用しました。中共が設立してから中共の代表をモスクワに滞在させていました。ソ連の代表も中国に派遣されて中国の党内にも滞在していました。つまり中共はソ連の共産党の指示の通りで動いたんですね。 簡単にまとめると、五四運動の歴史っていうのは改ざんされました。中共の設立の原因、あるいは目的っていうのは、ソ連共産党が自分の共産主義をですね、中国に拡散しただけなんです。レーニンっていう人が、 人を派遣して中国で中国共産党を作ったんです。そして中国共産党は国際共産党の一部です。国際共産党っていうのはソ連共産党が作った世界へ拡大する えー、格差調する組織ではあります。つまり、中共の政治の基礎っていうのは、例、ソ連の例人が中国で共産党を作っていいよっていうふうに言われて作っただけなんですよ。これが政治の基礎なんです。何もないんです。そして、 150円がもらえるということで参加する人がどん,どんどんどん出てきただけなんです。他は本当に何もないんです。中国ではですね、あることわざがありますけれども、 まあ表現としてはですね、1949年前の運動というのは全て革命運動でした。あもうみんな反政府ですね。政府に対して不満を持っていて、今の社会に対して不満を持っていて、みんな革命運動しようしようとしました。みんな大変でしたね。革命運動しました。ただしですね、1990、49年以降っていうのは中局が設立してからですね、 あのきちんと政権統一してからですね、この囲碁の運動というのは、すべて反革命運動になったんです。つまり、今はもう幸せですし、今の生活に不満あるというのはおかしいです。ただ、反革命してるだけです。反政府の運動というのはしてはいけないでしょうというふうに、まあ、教育をしてあります。 これは非常にあの、まあ、中国では今流行っている言葉というか昔からそうなんですがあのそういう言葉がありますけれども中国の共産党というのは何とも言えないですがそして例ンについてですねまだ後日にですね例ンについて話をしていきたいと思います機会があればですねあの本当にもうどうしようもできない、えー、もう我々の表現ではですねあの まあ友達とか友人との表現ですが、もうそういう宗教というのは組織ではありますが、まあ、あきちんとした、えー、政権では見えるんですけれどもあの、ある意味宗教的なものでもありますので、あのそういうふうにあの、まあ、警戒というか、ああいうふうに思っております、えー。この動画はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。